はい、えー。皆さん、こんにちは。テクニカルナイスの森口でございます。今日も、えー、バフェットの財務分析のお話をしていきたいというふうに思っております、えー。今日はですね、こちらですね、なぜバフェットは死を、死傷を超えることができたのかということでね、お話をしていきたいというふうに思っております。えー、このシリーズ何をやってるかというと、このバフェットの財務書評を読む力 こちらですね、この本を使いまして、この本がとってもいい本なので、この本の全容シリーズをお届けしている内容になっております。で、この本を全容することによってですね、皆さんに会計の知識がついていく、あとはそれを投資に活かすことができる、加えてバフェットの考え方について触れることができるという内容になってますので、ぜひですね、これを気に入っていただいている方はチャンネル登録の方とか、あとは拡散とかしていただけると嬉しいなというふうに思ったりもしますし、いいねとかいただけると僕の動画を更新するモチベーションになりますので、よけい ればぜひいいねボタンなんかも押していただけると嬉しいなというふうに思いますでは簡単にマーケットだけお伝えしておきますと今日が何日だマーケットは今日はですね3月の2日の11時半ちょうど今前場が終わったタイミングですね日経平均株価はですねマイナスの108.75ということで3万円を割り込んでおります ね、えー、サマエは割り込んでいて、えー、プラス圏で始まったんですけども、結局マイナス圏に落ちてしまったということですね。アメリカがプラスで戻ってきたんでね、えー、結構プラスになるのかなと思ってたんですけども、そうでもないということですね。えー、マザーズについてもですね、えー、今、6.71、0.55%プラスなんですけども、非常に長い上髭と、えー、非常に、まあ、陰線として弱い足なのかなというふうに思いますね。 あの、メルカリに1個ニュースが出まして、明日多分このネタで YouTube 作ることになるかもしれないなというふうに思ったんですけども、メルカリは5.51%上げてるんですよね。なんかアリババと一緒にこう中国展開するみたいな話があったので、まぁ、あ、ちょっとその辺深掘りして考えてみたいなと思うんですけども、思ったよりも今日はね、相場が弱いという内容になってるかなと思います。では、 え、見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですね、この、なぜバフェットは師匠を超えることができたのかという内容を見ていきたいと思います。で、まあ、師匠、バフェットの師匠皆さんご存知ですかね、ベンジャミン・グレアムという、そういう人なんですけども、もうバリュー投資の、まあ、スペシャリストみたいなね、まあ、そんな見方がすごく大きいかなと思いますし、バフェットはね、株式投資を教わったのはこのベンジャミン・グレアムから教わったというふうに言われております。で、そのベンジャミン・グレアムを、まあ、はるかに超えるパフォーマンスをバフェットは出してるわけなんですけども、じゃあなんで、えー、その、 バフェットはグレアムを超えることができたのかっていうのをね、ちょっとね見ていきたいなというふうに思います。 はい。で、まず、バフェットの投資なんですけども、これは何をしているかというと、まあ、このシリーズの中でね、散々お伝えしてきましたが、永続的優位性を持つ企業に投資をするということですね。えー、これはどういう考え方を持っているかというと、成長が続くだろうと、ずっと続いていくだろう、永続的ですからね、えー、だろうという考え方のもと、20年以上持つつもりでその株を持ってるんですね。なので、まあ、リターンは青天井である、もう何倍、何,何倍とかじゃなくて、もう何十倍、何百倍という株が存在するということです。 なっております。で、一方で、バフェットの師匠である、グレアムの投資法っていうのは、いわゆる、バリュー投資と呼ばれるものですね。まあ、言葉は聞いたことある方すごく多いかなと思います。で、バリュー投資っていうのは、まあ、単純にですね、価格が価値を下回る企業ですね。本来持ってる価値、100億円ぐらいの価値があるっていう企業をですね、まあ、80億円とか75億円とかで売ってたら買いたいね、みたいなね。そんなイメージだと思ってみてください。ね。で、まあ、そうすると、価格の修正が起こられるので、価格の修正の分だけ、えー、まあ、株価が、まあ、リターンが出ると。 とことですね、まあ、例として、PR10 倍の株があったとして、まあ、標準的な15倍ぐらいまで戻るまで、ね、そんな30倍まで持つわけじゃないんだけども、まあ、割安なんで、まあ、標準に戻るまで持っとこうみたいな感じですね。で、2年以上は持たないみたいな、あの、グレアムのルールみたいなものがあるので、で、そうすると、リスクも限定的だし、まあ、でも一方で、リターンも限定的ですね。ここが非常に大きな違いがありますよね。まずね、リターンが限定的なのか、リターンが青天井なのかという中です。で、えー、まあ、もっと大きな違いで言うとですね、 これは、バフェットはですね、企業の中身をね、とにかく見て、永続的優位性にきょう、こう、注目をしてるわけなんですけども、グレアムの場合っていうのは、もう価格にしか興味がなかったんですね。価格と、まあ市場から考えられる価値、この比較にしか興味がなかったので、まあこの価値以上を追うってことはしなかったんですよ。で、まあそれを学んだバフェットはですね、いや、でもそう言ってもその価値を超えた後にぐん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 上がっていく株があるからさ、まあそれどうやって考えたらいいんだろうっていうことで、バフェットなりのこの考え方に行き着いたということなんですよね。で、まあそれがどういう考え方なんですか。 考え方かということでね、えー、まあ今まで学んできたものも含めてなんですけども、面白い言葉が出てきたので紹介したいと思います。それがエクイティ・ボンドという考え方ですね。株式をエクイティ・ボンドに見立てて考えている。優、え、位、ー、性のある企業というのはエクイティ・ボンドを買うようなものだというふうにバフェットは言っています。エクイティ・ボンド、なんかね、難しそうな言葉かもしれませんが、エクイティとボンドってね分けて考えてみていただきたいんですけども、それは何かというと、エクイティというのは自己資本の意味ですね。エクイティ。で、ボンドというのは債権。 ですね。債券ですね。債券というのは、まあ借金ですよね。で、借金なんですけども、よく債券投資っていうのを考えたときに、満期まで持てばですね、元本が保証されるんですよね。元本が保証される。元本保証型の債券ですよね。えー、で、つまりリスクがない。なんですけども、株価連動型、株価連動型の債券であるということですね。株価が上がれば、その価値が高まっていくと。 ということですね。でも一方で、まあ、いざという時には債権に変えることによって、えー、要は元本が保証されている。要は、リスクがないのに右肩上がりで膨らんでいく債権。価値が膨らんでいく債権のようなものだと。これ例えですよ。例えですけどね。えー、になってると。 で、永続的優位性を持つ企業に投資をすることはですね、バフェットはもう夢のような投資であるというふうに述べています。ここが非常にグレアムとの違いだったんですね。なので、これはぜひ押さえておいてください。で、バフェットはね、まあ、どういうふうに考えてるか、ちょっと具体的な数字はこの中には入れなかったんですけども、例えばです。例えば。 はい。コカ・コーラに投資をしたとしましょう。コカ・コーラに投資をしたとすると、まあ当時の数字ですけども、バフェットはですね、平均取得単価がだいたい6ドル50セントぐらい。で、一株当たり、まあ税前利益が70セントぐらいと考えるとですよ、6ドル50セントで投資をして、毎年70セントの利益が得られる企業に投資をするというのは、まあ利回りで言うと10.7%ぐらい。 え、利益率で言って10.7%ぐらい。まあ、そこに投資6ドル50セントを突っ込むのと同じであると。まあ、その1年だけ見るとそういうことですね。ですが、それプラスですね、コカ・コーラという会社はですね、だいたい利益としては長期間にわたって年率15%で増加し続ける可能性が高いということを理解していたわけですね。なので、まあ、始まった時点では利益率は10.7%。6ドル50セントで投資したことは変わらなくて、70セント稼ぎ続けるということは変わらない。で、この70セントはですね、毎年15%どん,どんどんどん増えていくわけです。 つまり年を追うごとにこの利回りというのはどんどん,どんどん上がっていくわけなんですよ。 でこれがですね、非常に、えー、まあ、バフェットの考え方に近いわけですね。年率、これから20年間、年率およそ15%の利益成長を望めるということで、えー、オーレンはですね、この投資のリスクとリターンを測りにかけて、魅力的な取引かどうかを判断するということになっています。で、一方で、ね、グレアムの投資というのは、やはり価格にしか興味がない。今の市場の価値と、今の市場の価格にしか興味がないので、え、ここに大きな差が生まれたということなんですよね。まあ、簡単ではないですが、まあ、そういうことであるということをぜひ 意識で、そうやって言うと、ああ、なるほどね。じゃあ、グロースの投資なんですかっていう感じに聞こえるかもしれませんが、これはですね、まあ僕が読んだ感想なんですけども、ここは、この部分は、えバリューともグロースともまたちょっと違うバフェットの投資法なんじゃないかなというふうに思います。まあこれ一般論ですけども、バリュー投資というのはまさにこういう投資ですよね。要は、割安株。 価格が価値を下回る企業に投資をして、その戻りを狙うわけです。で、期間としては2年以内ぐらいで、まあリスクも限定的だけども、リターンも限定的であると。まあメリットでもありデメリットでもあるというところですね。で、グローンス投資というのは成長株と呼ばれる投資、まあ株の、えー、期待値を狙う。期待値を狙う。ここは難しいですよね。かなり訂正的な要素がありますけども、要は PR が高くてもですね、まあこの企業は成長していくんだ。まあいわゆるもうハイテク関連とかね、まあそういったところがありますけども、 それも含めてですね、この永続的優位性を持ってるか持ってないかが違うので、まあこれが入ってる場合もありますけども、これ流行りがありですね、非常にボラティリティが高いということですね。で、これも、もし仮に永続的優位性を持ってなければですね、まあ経済的な危機なんかが起きた時に非常にこう大きく上にも下にもブレてしまうというところで、バフェットは全てのグロース株を投資したいとは多分思っていないと思います。優位性を持っていればグロース株でも投資すると思いますけどね。まあそこが違うというところになってます。全くこう区別してるつもりはないんですけども、いわゆるじゃあバフェットの投資っていうのは何なのか、要は永続的優位性を 持つ企業でその企業を20年以上持ち続けてそれは価値が上がり続けるから持ち続けるんだっていうことですねこれとまたちょっと違いますよね。 なので、まあ、バフェットのキーワードもずっとこのシリーズで言い続けてきてますが、永続的優位性を持つ企業を必ず選ぼうと。理由としては成長が続くからであり、それを20年以上持ち続ければリターンは青天井であり、それはまるでエクイティーボンド、要は元本保証型の株価連動型債券を買うようなものであり、それは本当に夢のような投資であるということですね。ここが一番バフェットが師匠を超えることができた最大の理由になってると。 ということになってます。バフェットを超リッチに仕立て上げた最大の理由というのがやっぱりこの部分ですよね。えー、ですので、えー、ぜひ皆さんもですね、改めてこのバフェットシリーズ見ていただくのもいいですし、このバフェットの本、概要欄にリンク貼っておきますから、まあ本見ていただいてですね、PL や BS あとキャッシュフロー、そういったところからどうやって永続的優位性を見抜くことができるのか。これね、総集編,総集編またつ作りますし、総集編に関してはですね、メインチャンネルでもね、ちょっと流したいなというふうには思ってるんですが、ぜひですね、このバフェット流の えー、位性の見抜き方っていうね、そういうことをですね、ぜひ皆さんも改めて整理をしてみていただけるといいかなと思います。えー、ぜひですね、バフェットのような。 夢のような投資、えー、皆さんも成功させましょうということで今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております、えー、今日の中でも少しでも参考になればぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします、えー、またあ明日以降もですね、えー、バフェット総集編シリーズみたいな形で、えー、これを生き続けていきたいなと思ってますので明日以降も聴いていただけるという方はぜひチャンネル登録の方あとはスタンド FM でて聴いていただいている方はフォローの方とかをいただけるとすごく嬉しいなというふうに思います